滝尾駅は、大分県大分市大つ積森にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。当初は、現在の滝尾駅よりもやや南野の駅伝と宮崎の中間で、現在の式と駅に近い位置に駅が設けられる、計画だった。しかし、当時の滝尾駅の周辺には、製紙工場、酒造所、醤油工場等があり、工場関係者が燃料とする石炭の運輸のために、 地元住民に働きかけて、規制会を結成して、陳情を行うとともに、用地を寄付して、現在の位置に駅を誘致した。1961年に、大分自動車専修学校が当駅の近くに移転してからは、学校の生徒で賑わった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは、校内踏切で連絡している。 無人駅で出札口があるだけの駅舎のほか、小屋の外に自動券売機がそれぞれ設置されている。この出札小屋は、日本本線の別府大学駅で使用していたものを、同駅新築により、当駅へ再利用したもので、新しく書き直された下に薄く、別府大学駅の文字を確認することができる。IC カード、守護課は、入出場のみ対応しており、 当駅でチャージや購入はできない。ホームと出刷小屋以外には、これといった施設はなく、駅の付帯施設としては駐輪場と自動販売機があるのみである。なお、JR 滝能駅の駅名看板は、駐輪場部分に掲げられている。2019年度の1日平均乗車人員は376人で、ある。滝能百軒横穴古墳群駅正面側には、 住宅地が広がる。裏側には、碇山があり、碇山公園と熊野神社がある。その周囲には、農地が広がっている。ありがとうございます。